そしたらね、もうね、これ止めておく。待って、甜麺醤と豆板醤使ってるんでね。はい、ということでですね、今回はですね、皆さん、僕は酔っ払っているんですけども、そんな飲みすぎた僕がやるといえば、皆さんもうお分かりですね、思考シリーズですね。僕の思考シリーズの中でも、一番定評があるですね、中華。中華はもうね、すごい、評判いい。なぜかと言ったら、中華はガチで基本学んだんで、今回は、思考の担々麺です。汁なし担々麺はやったんですけど、今回、完璧な担々麺を皆様にご賞味いただきたいと思って、今回、レシピを引っ下げてきましたんで、完璧な担々麺作っていくぞ。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあですね、材料紹介いきたいと思います。まずですね、担々麺なので、お肉、これ豚ひき肉です。でね、僕の担々麺はお肉ちょっと多めです。80g 用意しました。あと、麺ですね、これ中華麺。普通のスーパーに売ってるやつで結構です。これ 120g、一玉 120g のものですね。あと、具材で、小松菜。これ全部使いません。50g でいいんで、4分の1個ぐらい使いますね。あと、長ネギ、20g ぐらい。あと、調味料類で、これ練りごまですね。これもスーパーに必ず売ってますんで、練りごま。これがないと始まらないので、練りごま買ってください。ペーストタイプのごま、用意してください。そして、トミシャンタンです。特選の調味料としては、甜麺醤と豆板醤。これね、僕の中華のレシピにある食べ食べて脅してるんで、この2つはぜひ買ってください。じゃあ作っていきます。じゃあですね、皆さん、中華のちょっと待って、お酒を飲む言い訳が全然思いつかない。いつもパッと出てくるのに。とにかく思考シリーズが伸びます。毎回ね、言い訳ばっか考えないって。もうね、酒を飲むのに理由がいるかい。ご賞味ください。1、2、3、ハイボール。ありがとうございます。ではですね、やっていきたいと思います。まず長ネギ、透明の5センチ、うん、大体ね、これでね、まあ、15g ぐらいかもしれないですけど、僕の場合はまあ こうやって線をね、こうやって回しながら入れてって、でこうやって切るのがね、一番僕は慣れてる。蛇腹に切るやり方もあるんですけども、料理ってね、正解ってないんですよ、実は。もし料理にこのやり方が正解だよっていうのがあるんであれば、自分が一番美味しいと思ったやり方です。料理って基本的に正しさっての必要なんですよ。うまいもんが正しいんで。で、これぐらいのみじん切り、はい、ちょっと細かめがいいですかね、しておきます。で、小松菜です。で、洗ってこれぐらい、4センチ幅ぐらいですかね、この長さに切り分けていきます。できればね、長さね、ある程度揃えていただいた方が。で、これ青菜ですね、青菜、はい、これチンゲン菜でも全然平気です。はい、 50g ぐらい用意します。包丁使うのはここでね、終わりです。はい、じゃあ小さじ1の油を入れます。で、ここに豚ひき肉バーンと入れます。はい、で、ここに塩コショウ、パラリとコショウ、コショウですね。はい、で、これをね、炒めて、担々麺の肉味噌ね、これを作っていきます。この麺焼き付けたら、ちょっとね、このまま動かさないで、ちょっとね、パリッと香ばしく炒めてあげた方がうまいと思います。これどうですか、これぐらい、これぐらい全体的にちょっと焦げが出てきましたら、ちょっとね、火を落として、豆板醤、大さじ半分です。で、甜麺醤も入れるんですけども、豆板醤を最初に入れてください。なぜかというと、甜麺醤は糖分が入ってるから焦げやすいんですよ。だから最初に豆板醤だけ入れて炒めてあげるのが良い。そして甜麺醤、これでいい感じの担々肉味噌ができるんです。これそしたらね、もうね、これ止めておく。で、そのまま、スープ作っちゃいます。スープはね、水 300cc、 これ、小鍋に入れてください。ここにソーミシャンタン、ソーミシャンタンね、小さじ1だと多すぎるので、小さじね、3分の2ぐらい、大体これぐらいですかね。まあ、中華スープ作っておきます。これはね、もうね、沸かしておくと OK。で、まあこれはもう入れて沸かすだけなんで、これは省略します。はい、そしたらですね、丼用意します。で、ここにですね、練りごまです。練りごまもね、大さじ1、大さじ2、はい、あと半分ですね、これぐらいです。はい、で、お醤油です。お醤油がね、大さじ1、大さじ1弱、
味の素1、2、3、4振りですね。はい、これで旨味つけていきます。で、お酢です。お酢が小さじ半分、ちょっとね、お酢が入るとね、爽やかさが増しますんで。で、ここにラーの油、僕は辛いの好きだからたっぷり入れるんですけども、苦手な方はラー油とごま油半々ぐらいです。で、これも大さじ弱ですね。で、ここにさっき切ったこいつを入れていく。長ネギですね。はい、軽く混ぜておく。これで担々麺のスープというか丼だれは完成ですね。で、肉味噌丼のタレスープが用意できたらですね、で、ここで小松菜と麺を茹でます。で、まずはね、沸騰させてください。これじゃあですね、いい感じで沸騰してきましたね。これね、ボコボコ沸騰させてくださいね。ボコボコ沸騰したらここに、麺を入れます。そして小松菜もこのタイミングで入れちゃいます。僕はちょっとしなっとした方が好きなんで、このタイミングで入れちゃいます。小松菜だったらね、もう茹でていく。はいはい、じゃあ茹で上がりましたんで、こいつはざるにあげていきます。で、ここに丼があります。で、ここにですね、沸かしスープ、これざっと入れていきます。で、まぁ、ちょっとかんましてもらって、で、さっき茹で上げた麺、これ入れます。これはね、乾麺とかでもいいけど、まあおすすめは生麺ですかね、やっぱね、お店風にあるんであればね。で、誰もが少し忘れてる肉味噌ね、こいつを、やっぱね、甜麺醤、豆板醤使ってるんでね、いい色が出ますね。そして、で、最後にここに小松菜添えてあげる。こんな感じですかね。ということで、料理研究家が本気で作るチキンの担々麺完成でございます。はい、それではできました。食べていただきたいと思います。じゃあ皆さん、担々麺の食べ方を教えます。これね、肉味噌スープに溶かし込んでください。こいつがスープに溶け込んだ瞬間、これが担々麺の真骨頂でございます。やっぱ世界中もいいじゃん。スープがやばいんじゃん、これでね、この肉味噌よ。結局お前たまらん、たまらんぞこれはねうまい。もう俺、担々麺はね、これ以上ないと思うな。どこで食うよりうまい。で、ここでね、味変カンフジェネレーション、この担々麺をもっと美味しくするのはこいつです。ホワジャオです。これね、スーパーとかで売ってますから、中国山椒ですね。担々麺はね、ホワジャオ合います。あ、うん、これねえ、ホワジャオ入れて、これということですね。この至高の担々、これね、でもね、本当にうまいよ。これね、ほんとにうまい。なので、皆さん、ぜひ、こちらの、チコの担々麺、試してみてください。担々麺で美味しかったのは、昔のね、千葉のね、急流ね。急流の担々麺はうまかった。昔はね、はい。まあ今ないんですけど。